はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は神奈川県の横浜市精神障害者就労支援事業会の職業指導員、正社員1年目の方の給与明細です。最終学歴は、えー、大卒で、仕事内容は精神障害のある利用者の方の通う通所施設にて、内職作業のサポートや就職支援、 日常生活についてのヒアリングなどによる支援を行う必要な資格やスキルは、えー、特になしでも大丈夫ですが、えー、この方は精神保健福祉士の資格を持っているみたいです勤務時間が1日7時間プラス残業で残業は多くても基本1時間以内収入が年収200万で、えーまあ、障害者の就労支援をしたい方へのアドバイスとしては 一人一人の障害の種類や程度性格や得意不得意が様々で、えー、興味深く人と関わるのが好きな方には向いていると思います、えー、給与明細で基本1 9万資格手当5,000残業平日で、えー、4711、えー、通勤手当がついて総支給が20万9652円そこから控除が引かれて手取りが17万4438円となっています えー、今回は障害者の就労支援などを行う方の給与明細でしたまあえー、大卒っていうのもあるんですけど、まあ、高卒とかもそういうの関係なくまあなかなかこの基本給だと、えー、仕事と、えー、給料が見合ってないのかなって感じですえー、まあ、えー、大,大事な仕事なんですけど世の中に必要な仕事なんですけどこのくらいしかもらえないっていうのが まあ、ちょっとおかしな話かなって思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。